はい、皆さんこんにちは、今日は投擲の記録を伸ばすのに重要な要素である声の話をしたいと思います。投擲競技は、陸上競技の中で唯一大声を出しても、構わない競技だと思っています。大声を出すと記録が伸びるということが、シャウト効果、シャウトというのは叫ぶです。シャウト効果として、立証されています。その伸びる具合は最大で、最大筋力の 10% 程度だというふうに言われています。非常に簡単に言うと、思いっきり声を出すと記録が伸びるということです。それでは声を出してメディシンボールを一度投げてもらおうと思います。よろしくお願いします。いきます。というような形ですが、まず、行きますと大きな声を発して、その後投げるときに思いっきり叫ぶ。ただこうなってくると、中学生の皆さんの中には、声を出すことが恥ずかしいとか、私はあまり強くないから、強くないのに声を出すのは周りはどう思うかなというように、恥ずかしい思いとか不安な思いを持つ生徒も多いと思います。しかし、先ほど申しました通り、声を思いっきり出せば記憶が伸びる可能性があります。とすれば、もうこれは出すしかないと思います。今からもう一度、やってもらおうと思いますので、負けないぐらいの声を出してほしいと思ってます。それではもう一度お願いします。いきます。とまあ、競技場に響き渡るぐらいの声を出して活気のある、投擲の試合にしてもらえたらと思っています。それでは記録を残すためにしっかり声を出して、良い練習を送ってください。頑張ってください。ありがとうございました。